第4試合タグマッチ30分一本勝負、龍とリッキー富士 VS ライデン友龍を行います。はじめに青コーナーより龍とリッキー富士両選手入場。ハロージャパン、Thank you.
分経過、10分経過。残念な結果になりました。ちょっとサラサラだったんでね、少しコンビネーションとかもちょっとやりたかったんですけど、うまくできなかったんで、まあ、ちょっとまたこれでまた組む機会が増えれば、はい、少し、ね、コンビネーションとか増やして、また別ね2人でベルト挑戦できたりできればいいなと思ってます。次また頑張りましょう。よし。お、あるね、あるね、あるね。ありがとうございます。初タッグといえどもね、あのリュウトね昔からね知っててね、しかもあの俺のね弟子のねあの吉田、あいつなんだっけ、紀之だっけ、紀之です。ああ吉田とね今組んでこのシークレットベースさんのねタッグのチャンピオンだからね、その点でね、だからね、もうすごい、まあ初めて組んだ気がしないね、お守りとしてはね、どう？いや、本当にそうですね、パートナーは吉田さんの師匠さんなんで、本当に組めて光栄です。ありがとうございます。ありがとう、またね、またお願いします。またお願いします。ありがとうございます。じゃあまた、機会があれば、WBC のベルトも狙って。いいですね。ぜひ。そうそうそう、ね、タッグのベルトも。したらもう彼はタックの二冠王になるよ、そしたら、うん、それまでしっかりベルト守って、ね、うん、俺もね、このねアグレッシブ世界ヘビー級って誰も知らないねこのベルト、これはねリッキー・フジ認定のベルトなんですよ、俺のベルトなんですよ、だから俺の言うこれ堂々ともなるからね、誰でも挑戦してこい、うん、だってあのこの団体には確かシングルのベルトってなかったんじゃないか、ないですね、はい、したらね、いつでもいいよ、いつでも誰でもこのベルトに挑戦してこい、いつでも受けているよ、リュウトバイネッチョお前でもいいぞ、ありがとうございます、今後ともよろしくね、ぜひお願いします、ありがとうございます、ヒーロー
公式 YouTube チャンネルでは試合映像、試合後インタビュー、あおり VTR など盛りだくさん。バリアフリープロレスと検索し、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。